リーダーが捕まった。俺に交渉させろ。それができりゃ苦労はしねえんだ。なら数人くらいで忍び。んなことはとっくに試したさ。だけど結局リーダーの居場所はわからん。ちょ先輩ストップ。私だよ。あ、バステド。おお、ウープー。それでそれで今回は単独行動のはずだが。いや、そうなんだけどね。ピンポーン。あ、それに私ってば先輩の相棒でもあるわけじゃん。俺は一人の方がやりやすいんだ。でもさっきの任務は失敗した。ちょ待ってよ。ふう、そんで話す前に確認しときたいんだけどさ。ああ、なるほど。さあな。そっけないな。早く部長の指示を言ってくれ。おっと、そうだった。じゃあ私を睨んでもしょうがないじゃん。はあ、だがそのために戦闘データは本部に送信。いや何も。そ、あ、待て。その場合、部長からの指示は以上だよ。あと私もサポートに入るよう言われてるからよろしくね。いや、救出任務は俺一人でやる。そんな、もしかして私が足を引っ張るとか思ってる。賞金稼ぎは一筋縄じゃいかない相手。トリッキー。お前監視の命令も受けてるだろう。え、いや、監視、はい、これで隠してることは全部話した。なぜそこまで。だってさ、ずっと私の面。それに先輩ってば人一倍正義感が強いし。え、いや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 、そんなわけないだろう。俺の親父も犯罪けど死ん、そう。つまり先輩がマルドゥークを助けたいのはお父さんが亡くなった理由を聞くためって。それとここの住人がどうしてポルタだ。この二つをさ。なるほど。この件について誰にも話すな。了解。私の考えに変わりなし。それにさ、てか先輩も私がいた方が。もし内部調査が入った。オッケー。そこは。いやー、それと、